回ご紹介するのは札幌ラーメンハチさんです。札幌時計台のすぐそばにあり、北海道産食材にこだわった透き通った鶏だしスープの中華そばが看板メニューのお店です。鶏だし中華そば730円。いただきます。麺は小麦の全粒粉で作った低加水ストレート麺。スープによく絡んで抜群です。国産豚肩ロースのチャーシューも柔らかくてペロリといけちゃいました。すごく綺麗な色のスープは小樽地鶏をベースに道産丸鶏、親鶏や小鶏のガラを使用しています。弱火でじっくりと炊いて鶏の旨味を存分に引き出しているそうです。とってもあっさりしていて甘みがあり、どんどんレンゲが進みます。あっという間に全部飲んでしまいました。ごちそうさまでした。地下鉄大通駅から徒歩3分です。皆さんこんばんは。今回はラーメン新田さんをご紹介します。ぜひチャンネル登録お願いします。お客様の笑顔のためにラーメンに一切の妥協なしというコンセプトで、お子様用のメニューがあるなど老若男女問わずラーメンを楽しめるお店です。特製辛味噌ブラック890円。その名の通り黒っぽい濃い味噌スープで、深みのある味噌の風味と辛さが絶妙な一品です。いただきます。スープはじわっとくる辛さで胃が熱くなるのを感じました。濃厚な味噌がたまらなく美味しいです。具はチャーシュー、細切りメンマ、絹さや、ネギ、もやし、玉ねぎなどなど具だくさんで大満足ですね。小さな餅スライスみたいなのも入ってました。程よい硬さの麺は中細の縮れ麺で、スープがとても絡みやすく茶色に見えます。チャーシューは薄めですが、だからこそスープの味が染み込んで美味しい。一番人気は右上にあるユッケジャンラーメン。とっても辛そうなので寒い日に食べたいです。ごちそうさまでした。市電山花線東本願寺前駅から徒歩1分です。ぜひ行ってみてください。今回お邪魔したのはラーメン屋桐田製麺さんです。北海道の遠軽町にある製麺所、桐田製麺から直送された麺を使っているお店。珍しいエビ塩ラーメンも食べられます。黒醤油750円。スープは見た目よりもあっさりで、ニンニクの香りが程よい醤油味です。いただきます。まろやかな味、癖になりますね。麺はストレートでコシがあり、スープとよく絡まってとっても美味しいです。皆さんおそらく気になっているであろうチャーシュー、レアですが臭みもなくとっても美味しいです。ほうれん草も穂先メンマもスープにとっても合っていて、センス抜群だと思います。お店は地下の飲食店街にあって、知ってる人しか来ないような雰囲気なんですけど、レビューはすごい多くてほとんど高評価です。本当に美味しいので、ぜひ皆さんも食べてみてください。ごちそうさまでした。地下鉄大通駅1番出口から徒歩1分です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメン札幌一流庵さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。札幌駅近くのビル地下にある人気店。地産地消をこだわりに、材料は北海道産のものを選んでいるそうです。一流庵は北海道を代表する農産物の小麦一粒一粒までを大切に味わいたいという思いからつけた店名なんです。元気の出る味噌ラーメン、並中太麺950円。ラーメンにスクランブルエッグという斬新な組み合わせの一品。行者ニンニクが入っており、名前の通り食べると元気になります。いただきます。麺は自家製の中太の縮れ麺。プリッとしていてスープとの相性抜群です。スープはまろやかで濃い味噌の味がたまらない。濃いめだけどこってりではないので、ごくごく飲めちゃいます。味噌の麹の力でまろやか&コク深い味わいが出ているんですって。店主さんの味噌選びのこだわりについて書かれている記事が店頭に飾られていて、まじまじと読んでしまいました。スクランブルエッグには刻んだニンニクと豚ひき肉を炒めたものをあえてあります。彩りが綺麗ですね。ふわとろの卵とスープが絡んで最高です。スクランブルエッグの上に黒くて細いものが乗っていて、キクラゲかと思ってドキドキしちゃいました。おそらく行者ニンニクのかけらでした。ちなみに元気の出る味噌ラーメンデラックスという方を頼むと、行者ニンニクが丸々乗っているそうです。豪華。他にもチャーシュー、水菜、もやし、ネギが入っています。具だくさんですね。チャーシューは小ぶりですが、肉の旨味たっぷり。これまた元気が出ちゃう味です。食べる前は行者ニンニクが入っているから、食べ終わったら口の匂い気にならないかなーと心配でしたが、実際は全然ニンニク臭くないので、ランチで食べても大丈夫でした。彩りも綺麗で食材にすごくこだわった元気の出るラーメン、最高でした。ごちそうさまでした。地下鉄札幌駅から徒歩3分です。駐車場は定型パーキングがあります。席数は13席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋1693です。ぜひチャンネル登録お願いします。和食料理人の経験がある店主さんが作る無花鳥の美味しいラーメンが食べられると、テレビや雑誌などでも話題の人気店。2017年のミシュランビブグルマンにも載るなど、とても有名なお店なんです。営業時間は11時から15時までと短いのが特徴。芳醇醤油そば900円。あさり、鴨チャーシュー、黒トリュフなど珍しい具材が乗ったおしゃれな一杯。無課長ながら旨味がしっかり感じられるスープは絶品です。いただきます。麺は中細のストレート、滑らかな舌触りです。あっさりなスープによく合い美味しい。鶏や煮干しを使ったスープにあさりの旨味が効いていて最高。和を感じるスープです。具材がたくさんあるのでどれから食べるか迷っちゃいますね。あさり、味玉、鴨と豚チャーシュー、海苔、ネギ、穂先メンマ、黒ニンニクと黒トリュフのペースト。豪華すぎ。トリュフなんて人生で1回しか食べたことないですよ。かなり前の動画で言った穂先メンマが入っているラーメンうまい説は今回も立証です。スープの味が染み込んで本当に美味しい。チャーシューはレア気味でこれまた美味。食材一つ一つにこだわりが感じられます。トリュフのペーストはスープに溶かしたり他の具にちょこっとつけて食べるとグッと。黒トリュフと黒ニンニクの香りとほんのり塩気がある味です。店内にはチームナックスという大泉洋さんや安田顕さんなどがいる演劇ユニットのサインが入ったサーフボードが飾られていました。北海道のテレビ番組で来たみたいですね。チームナックスの皆さんも大絶賛だったそう。麺屋169さんはオープンから2年ほどでミシュランのビブグルマンに乗ったんだそうです。すご、そりゃテレビも来るわな。一番人気は芳醇醤油そばですが、常連さんは濃い煮干しそばを頼んでましたよ。気になる。味噌もあるんですね。無課長なので罪悪感ゼロでスープ全飲みできますね。美味しかったー。ごちそうさまでした。地下鉄南北線幌平橋駅から徒歩10分、市電青州学園前駅から徒歩5分、駐車場は3台、席数はカウンターとテーブル合わせて12席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。